羽田京急バスの車両三菱不走、エアロックイーン以外京都交通の車両日のセレガール FD シルフィード号は、東京都港区と京都府亀岡市、福知山市、綾部市、舞鶴市を結んでいた夜行高速バス。路線愛称のシルフィードは、風の精霊、陽性を意味する。1991年8月11日、運行開始。2019年3月9日、 バス乗務員不足を理由として、同年5月12日出発日をもって、運行休止とすることが発表された。運行回数は、夜行便1日1往復。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要であった。京都交通の公式ウェブサイトによれば、共同運行会社の京浜急行バスから、路線休止の申し出を受け、京都交通では、単独運行も検討したものの、 路線休止とすることを決定した。業界全体の乗務員不足の中で、共同運行会社から路線休止の申し出を受けました。弊社として運行を継続するための単独運行を検討しましたが、弊社自身が乗務員不足で余裕のある運行ができていない状態の中で、乗務員を新たに採用することも困難であり、やむなく運行を休止する決断をいたしました。 京都交通、東京線、シルフィード号運行休止のお知らせ路線休止に伴い、5月10日から12日までの出発便の乗客には記念品が贈呈された。有効期限内の専用回数券は、5月13日より販売窓口にて無手数料で払い戻しを行う。品川 BT、浜松町 BT 亀岡駅前、福知山駅前、綾部駅前、 西舞鶴駅前、中舞鶴、東舞鶴駅前、舞鶴営業所東京都港区内霞が関、出入口首都高速と新環状線首都高速3号、渋谷線東名高速道路から新東名高速道路伊勢湾岸自動車道、東名阪自動車道から新名神高速道路、名神高速道路京都南 IC 国道1号、 京都府道201号中山稲荷線国道9号、く掛け IC 京都縦貫自動車道亀岡、インターチェンジ国道372号、亀岡市内国道372号亀岡、インターチェンジ京都縦貫自動車道丹波、インターチェンジ国道9号福知山市内、京都府道8号福知山綾部線綾部市内、国道27号綾部安国寺インターチェンジ、 京都縦貫自動車道舞鶴若狭自動車道舞鶴西インターチェンジ国道27号舞鶴市内過去の車両日本交通からの遺跡車両車とも原則として独立3列シートトイレ付けのスーパーハイデッカー車で運行京都交通の一部便ではハイデッカー車を使用ありがとうございます